どうも、この大、クラブウォーター寄席第3回ということでね、毎度おなじみ最後にやらせていただきますのは頻尿でございます。最近この頻尿という名前ばかりが先走りましてね、いろんなところで、頻尿さん、まあ、ライブバーでねトイレに僕は立つだけなのに、あ、ひよさん大きなお世話。最近出したアルバムのタイトルにも尿が入ってるします。なんだか最近尿づいてるな。まあ漏らしたりしないように気をつけようと思うところですけどね、そこまで尿づいたら大変だからね、どうにも緩くなってくださいね。まあそれはちょっとやめておきましょうかね。それチメッとしたなら梅雨だけに任せておきましょうかね。上から水分が来るんだ、下からはもういいぞということでね。まあここで落語するのもね、コラボお対応戦は3回目ですけども、個人的には5回目なんですね。こちらではもういろんな会合が行われておりますね。大変規定列な会合が行われておりますね。もう一緒に出る方がフレディ・マーキュリーだったりするし、すごい太ったフレディ・マーキュリーがね出てきたりするんですよ。そんな中で私もこうやって用意してもらってね、真面目に落語をやるわけなんですね。立ち打ちできねえなと思うのもありますけど、まあまあまあ頑張ってやらせていただいてるんでございますし、まあ、あちこちからね誘いいただいてね、ありがとうございます。噺家さんに出てほしいと思ってたんですとか言われてね、噺家ではないんですよ。それを言われると非常にこう本家の方々に申し訳がないということで、できれば人脈を作ってそっちから行ってくださいというぐらいの、まあまあまあ誘われるからには私もしっかりやるんですけどもね、まあ一つお時間いただきますのでよろしくお願いいたします。まあそそっかしい方っていうのはいつの時代にもおられましてな、そういう方を昔の方では粗骨者と言いまして、まあいらっしゃる方の中にもそういう粗骨な方っていうのはもしかしたらおられるかもしれませんな。家を出ようとしてね、表へ出ようとして戸を開けないで出ちゃうんでね、頭を打つ、そうありませんかね。またこう夜中に姿見に映った自分の姿見てわーっと驚いてしまうんでね、幽霊かなってね、幽霊みたいな顔してるんでしょうねそれはね。どうしようがないですな。またマスクしたまま何か食べようとしちゃったりとか、まあいろんな形でこう粗骨な方っていうのがいらっしゃいますが、昔のお侍さんの方にもそういう粗骨な方っていうのがいらっしゃったそうで、有名なところかと言いますと浅野匠の神のご家来で、竹林忠七という方が大変に粗骨でございました。まあ、粗骨な方っていうのは一方で、周りに笑いを振りまきますんで、殿様には大変に可愛がられました。始終忠七忠七ってんで、何でも呼ばれた。である時にこの殿様が頭のこの酒焼きと言いましてね、このすっかり剃るとこですね、お侍さんが、ここをカミソリでもって剃れと言うんで、分かりましたってんで忠七さんが後ろに回って、一生懸命にこうカミソリで殿の頭を後ろから剃っている。でこう剃っておりますとだんだん歯から歯が柄からこう抜けてくるんですね。こうプラプラしてくる。これはいけねえな、下手するって殿の頭を切るよってね、もう慌てて殿の頭の上にカミソリを置いてコンコンと捨てた。これは分かりやすいですね、これは粗骨者でございます。何をいたすぐれ者と殿様が怒りまして、でそこにハハッと平服をしました。殿様のお説教が始まります。なぜお前はそう粗骨なんだ、ずっとそうして聞いているんでこれと言うとすっかり寝てたっていうんですね。まあよくある話でございますね。でまた、別の粗骨なお侍さんが国元に下級を伝えることがあるというんで、馬でもって参れと言われまして、わかりましたってんで、馬にまたがってパッ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 と江戸の屋敷を出ていきます。道中の魔除けになるというんで背中には一本の白羽の矢をこう背負っていきます。で誠にこの微妙な話で恐れ入りますが、途中で用を足したくなります。これがまた小さい方じゃなくて大きい方の用を足してまだ道も半ば、仕方がないってんで街道をそれまして林の中入っていきます。で馬をつないで手頃な木を見つけます。でそこでやっとしゃがもうとするんですが、この背中に背負った白羽の矢が邪魔になってこうつっかいてしゃがめない、背中が丸くならない。もう慌ててこれを取りまして木の幹にぶつりと刺して、もう心置きなくらーっとしゃがんで、はあ、すっきりした。ひょいとを読み上げる。かようなところに矢が刺さっておる。
誰か拙者を狙っておるな。うん、あんなところに馬が繋いである。間違いない。この辺りに誰か潜んでおるぞ。おお、何をよそろこうなんてんでね。あ、まあ自分のしたことが分かんなくなったっちゃ、これはおしまいでございます。杉平正美の将様というお殿様がおられまして、この方のご家来に地武田地武衛門という方がおられました。まあ、大変に粗つな方でございまして、まあ、やはり殿様には可愛がられるんですが、ある時にこの地武衛門さんがお使者の大役を仰せつかります。まあ、使者と言いますと何か用向きを伝えに行くという役目ですが、まあ現代で言いますとね、そんなような下っ端のやることだろうかと思うところですが、何しろ電話もメールもございませんので、便利なものはないと。用を伝えるならば馬を走らせなきゃいけないということね、人をやらなきゃいけない、まあ、ちゃんと伝わったのか向こうがどう言ったのか、こういうことをきちんとやらなきゃいけないということで、これは大役だったんでございます。で、まあ、この初めての大役を地武衛門さんが仰せつかって、まあ、すっかり緊張しながら一生懸命に支度をいたします。おい、あの、おめんとこの旦那、え、もう今日お使者の大役に立つっていうじゃねえかよ。そうなんだよと噂をしておりますのが、馬の世話をする役目の別当という役目のお二人。大丈夫かね、え、おめんとこの旦那ほど粗つな方っていうのはいねえよ。務まんのかね。そうなんだよ、そら俺も心配してんだ。ほれー、あ、弁当、あ、弁当。お、俺おめんとこの旦那だろ。よっぽど腹が空いてるらしいや。出てくるなら弁当弁当ってそう言ってるよ。違うんだよ、あの人は弁当と弁当の違いが分からねえんだよ。よく間違えるんだ。出かける前からこれだから弱るよ。弁当こちらに参っております。お、弁当ではない、弁当、うん、拙者はこれから、あれに参る、あれじゃ、おっしゃるございますな。あ、そうだ、その、車に参る、車に参るから、あれを引き、身どもがまたがる、その、四つ足の馬ではない、あ、馬だ、うん、馬を引け、あ、こちらに連れて参っております。おお、そうか、これまた、えらくちいちゃげな馬を連れてきたな。そら、お屋敷の犬でございます。これは犬か、うん。おお、こちらが馬か。なるほど、でかいものであるな。長い顔をしておる。丸青の馬となりませんので、どうぞお乗りください。うん、そうか、では乗るぞ。くれよ。うわ、これ、ベッド、この馬には首がない。え、あ、後ろ前、逆にお乗りでございます。首は安田様の後ろについておりますんで。何、拙者の後ろに首がある。もう、粗こつな馬であるな。ならばよい、その首を切ってこちらにつけよう。いやいやいや、首をすげ替えてなできませんので、どうぞお乗り換えを。いや、一度乗ったものだ、乗り換えるは面倒。拙者腰を少し浮かしておるから、その間に馬を回せ。いや、同じことなんでございます。どうかお乗り換えを、まあ、なんてなことをやりまして、ようやく馬に乗りまして、行き先はと言いますと、本郷は赤井御門の神様のお屋敷。行きの道中は友侍がついておりますので、何事もなく到着をいたします。通されますのがお使者の間というところ。本日は遠路のお役目、ご苦労千番にござります。拙者当家の家臣、田中三太夫と申する者、以後お見知りおかれて、ご別婚に願わしゅう存じます。拙者当家の家臣、田中三太夫ではござらぬ。当家ではなく、お、杉平正美の将家臣、地武田地武衛門と申す者、以後お見知りおかれて、ご別婚に願えて。地武田氏でござるか。では早速ではござるが、お使者の口上を。使者の口上はよもぎではござらぬ。使者の口上をご記念ご存知か。山田保健が回っております。どうぞお聞かせください。暫時お待ちください。使者の口上よもぎにあらず。使者の口上、いかがなされましたかな。これは、どいれいことが出廷のあつかまつった。どうなされました。使者の口上、がらり失念いたした。これはまたおたわむれを。たむれではござらん。拙者、世来よりの粗こつもの、よくものを忘れる。いかがでござろう、ご起伝。武士は愛いたわいと申す。どうか、ご起伝の方から、殿に吉田にお取り次ぎを。いや聞かぬ口上を拙者が勝手にされるわけにはまいりません。どうぞ応募いたしは。今これが、先ほどからなかなか応募いたすことができぬ。確かたない、使者に参って口上を忘れるとは武士の面目が立たん。拙者この場を借りて一服いたす。それでござるか。では早速にタバコを。いやー、そうもない。
切腹をいたす。そのようなご端緒なことを申されては困りまする。何か思い出す良い手立てはござりませぬから。いや、ないこともござらぬが、ご貴殿のお力添えがあればのことにござる。何でござるか、何でもお申し出くださるよ。では恥を申さなければ相ならんが、拙者生来よりの粗末者、よく物を忘れる。その忘れるたびに父などはなぜそう忘れるかと拙者の後ろに回り意識をつねりくれた。つねられると痛いと思って思い忘れたことを思い出すことも多々あったれば、それからは習わしのようになっておって忘れるたびに意識をつねる。実は先ほどから自分でもやってみてはいるが、やはり手前の力では限りのあること、いかがでござろうご起点、拙者の意識をおつねりくださらんか。そのようなことであれば、いとやすいことでござる。おつねり申しましょう。おつねりくださる。ああ、これはありがてえことでござる。では、しばらくお待ちください。初めてお目にかかりながら、誠にもって、お願いしたいござる。では、よろしくお願い申す。心得てござる。では、地蓋落ち、参りまするぞ。いかがでござるな、地蓋落ち。いかがでござるな。いかがでござる。おつねりくださるやくださらぬや、とんと分かりかねるによってもそっと提案願いたい。さようでござるか。では参りますぞ。いかがでござるな、ジムタウジ。いかがでござるな。とんと肺が止まったようでござる。もそっと提案願いたい。さようでござるか。では加減なしに参りまするぞ。よろしゅうござるな。いかがでござるな、ジムタウジ。いかがでござるな。もそっと手やらんでまいたい。これは驚き申した。いや、拙者はこれより先に力がござらぬ。ああ、それでござるか。では、ご当家に誰か指先に力量のある御神はござるまいかな。いや、はて、武芸の者なれば免許皆伝の者も多々ござるが、指先に力量のある者と申してこれといった人物も思い当たらぬが、いや、しかし当家も大半のこと探してみまするで、暫時の間お控えを。とまあこんなことで三太夫さんが皆のとこ戻ってまいりまして、この話をいたしますが、まあ若い侍は笑ってしまう、年寄りは苦い顔をする。まあ誰一人そこに出て行ってつねりましょうという方が現れません。おい、止めた。え、何をニヤニヤしてんだよ。いやおかしい話があるんだよ。なんだい。やそれはな、俺今なあの屋敷の変とこな傷んでたから直してたんだ、うん、そしたら若い侍が出てきてよ、うん、仕事残念やめて向こう行けってんだ、うん、でどうせですなんて聞くとね、うん、あれが来るってんだ、うん、あのほら他のデイリーのとこからはなんか机が来んじゃねえかよ。おしゃがい、あそうだ、そのシャッターが来るってんだ、うん、で内容聞かれちゃまずいからお前は仕事残念やめて向こう行けってな、でしょうがないから俺はそっちもそっちね一服やってたんだ、そしたらね、あやっぱり聞くな聞くなって言われるとこどうしても聞きたくなんだな、うん、シャッターはどういうこと言うのかなと思ってさ、うん、それからそーっと戻っていってね、こう障子の隙間からこんな感じ覗いてたんだ、そしたら俺へってこな野郎が減ってきたよ。でこっちの屋敷から行ったのがね、あの田中の三太夫さんじゃねえかな、で向けやってこう挨拶なんかしてね、それからうちらの工場はってなったらこれがそそっかしいやつじゃねえかよ。死者の工場を忘れちまったってんだよ。おたぐれでしょ、誠でわかるわなんてやり合ってんだ、うん、であなたの心なんかうまいこと言ってください、いやそれはできませんとかってやり合ってんだよ、うん、でもしょうがねえから腹を切るとか言い出してね、ああ武士と面目が立たないね、でも腹なんか切られちゃ三太夫さんでたまんないからね、なんか思い出すいい手立てはないですかって言ったら、俺は面白い話を聞いたよ。その野郎はね、やっぱりガキの頃から粗末なんだね、うん、よく物を忘れたんだ、うん、でそのお父っつぁんってのは、うん、その野郎の忘れるたんびに、意識をつねる、うん、俺意識って何かなと思って見てたらね、これケツなんだね、うん、ケツのことなんだ、でケツをつねると痛いと思ってなんか思い出すってんだ、うん、でさっきから自分でやってるけれどもとても自分の力じゃ効かねえから、あんたやってくださいって三太夫さん頼んでんだよ、うん、でそれは三太夫さんだってね思い出してくれなきゃ困るからね、でこうそのやつの野郎の後ろもあってね、いかがでござるだってやってんだよ、うん、ところがその野郎のケツっていうのがよほど硬いと見えんだ、うん、全然効かねえってんだ、うん、でだから誰も指先に力量のあることはいませんかなんて言ってね、三太夫さん探しに行ったんだよ、うん、でそっちも見てきたけれどもね、まあそら見つからねえよそらね、そんな変なやつなかなかいねえよそらな、うん、でまあ、あのまんまだとね、あの侍の野郎は腹が切んなきゃなんないからね、うん、武士のことだからな、うん、それはちょっとかわいそうだってんでね、俺ちょっと言って助けてやろうと思ってさ、おい、どうやって助けんだ、いやちょっと俺が行ってつねってやろうと思って、おい、よせよおい、
三太夫さんは年が食ってるとは言っても剣術で鍛えた人だよ。そりゃ指先に力量あるよ。えそれお前見たもんが言って聞くわけがねえじゃねえか。そりゃそうだよ、ただでやったって無理だ。俺はね道具使おうと思ってんだ。うん、これをね使おうと思ってね。おいエンマかい。そうそうって、お前そんな釘抜きみたいなもん使ったらケツに穴開いちゃうよ。いいじゃねえか、穴ぐらい腹切ろって言ったことだ。穴ぐらい取ったことねえよ。うん、マシじゃケツダメ立たねえよ。そうけどもさ、そんなもの使ってんのかったらお前もう大変なことになるよ。でしょだよ、わかんねえようにやんだからな。これは人助けだ。うん、だからおめえ親方には俺ら仕事してるってそう言ってくれよ。うん、よろしく頼むよ。お頼申します。お頼申します。どーれ。お、なんじゃ。ああ大工の来るようなところではないぞ。うん、用があるなら作事に回れ。いや、違うんです。田中の三太夫さんに、お目にかかれてるんですかね。何、田中おじに用がある。何の用だ、申してみよう。いや、それな、直接会って伝えたいんですかね。うん、面倒なことを申すやつじゃな。ああ、田中おじ、田中おじ、何やらこちらの大工が用があるとか申しておりますが、なんじゃこの忙しい時は。来たのか、拙者に用があるというのは。ああ、三太夫さん、ありがとうございます。お世話になっております。先ほどはどうもご苦労さんでございました。なんじゃ。いや、後ろに回っていかがでござる。貴様あれを見たのか。見ました。けしからん。いや、けしからんだっても見ちゃったもん。しょうがないですよね、もう見ちゃったんだからね。でその指先に力量のある方というのは見つかりましたかな。いや、それが見つからんので弱っておる。ああ、そうですか。おー、どうです、一つ足がつりますか。何、その方指先に力量があるか。やわらかなんてもんじゃないんですよ。ガキの頃からもう体中の力が全部指先に集まっちゃったってぐらいのもんでね。さっきだってそうだ。仕事してる時にトン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 と落ち込んじゃった五寸釘、指先でつまんでキューッと引っ張っちゃったんだから。うん、まことか。まことかったってそうですよ。そんな歌くるんだったら三太夫さんもケツからやりますか。それはよ、まことであれば助かるが、暫時控えてくれ。いかがでございます、今の大工の話。あの大工に頼みますか。いや、しかし大工を出したとあっては当家の恥辱になるのではござらぬか。ああ、それはそうだ。しからばあの大工を当家の家来ということにして召し出したればよかろうと存ずれば。お、それはよい。あ、ではそういたぞ。では大工、こちらに上がれ。あ、そうですか。あ、では、では失礼します。どうもありがとうございます。どうも、よさ、お世話になっております。どうもありがとうございます。どういうことになりましたかな。うん、その方に頼む。あ、そうですか。あ、もう任せてくださいよ。しかしな、大工で出すというわけにはいかんでな。当家の家来ということにして召し出すがよいか。ああ、そんなことはいいですよ。家来だろうが殿様だろうが。何、殿様。大きなことを申すやつじゃな。しかしその格好では具合が悪いな。ああ、これ小林。その方の紋付きを脱いで貸してやりなさい。ああ、貸してやりなさい、貸してやりなさい。せっかく公務に手に持てよ。脱いでな。そこに置いて。では大工、これに着替えよ。え、あ、これ弱ったね、どうも。ああ、これどうやって着るんですか、こういうものは。着物を着たことがないか。いや、そりゃいつも反転腹巻きの重しきですからね。たまになんか着るからったってこんな柔らかいものは着たことがねえんですよ。手数のかかるやつじゃな。では小林、手伝ってやりなさい、手伝ってやりなさい。じゃあその着ているものをみんな取れ。取ってな。そうじゃ。それから襦袢を着る。そうじゃ。それから紋付きを着る。そうじゃ、そうじゃ。それから帯を締める。帯も締めたことがないか。締めてやんなさい、締めてやんなさい。それから肩紐をつける。ああ、それではあでこえじゃ。あでこえじゃ。そちらが前よな。そうじゃ、そうじゃ。それから、袴を履く。袴を履く。ああ、これだ。これ窮屈袋って俺呼んでるやつですね。これ窮屈な袋だ。これ一点声もあらね、平手みたいなと思ってるんですね。よいしょ。おお、これさすがに窮屈だな、これ。足があんまり前に出ませんね。お、いや、裾さばきの見事なものであるぞ。足が。足が。なん、これ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 、片方に両足を入れるやつがあるか。あ、これこっちにも入れんの。あ、そうですか。俺てっきりこっちには誰か入れんのかなと思って。あ、そうですか。あ、でよ、わかりました。こんなもんでよろしゅうございますかな。それであと乱れた髪を水で飛びてな。ようやく侍らしくなってまいったな。よしよし。でその方、名は何と申す。え、名じゃ。あ、名前ですか。名前はとめっこってんです。なんじゃ。とめっこってんです。とめっこ。あ、とめ吉であるとかとめじろうであるとか、あー、なんかそういうのもあるらしいんですけどね。ガキの頃からとめっこ、とめっこって言われたんで、もうとめっこしか知らないんです。だからもう私とめっこなんです。とめっこという侍はおかしいな。
では拙者が三太夫であるから止め太夫ということにいたす。よいか。ああ三太夫に止め太夫、うん、漫才ですね。何を申しているでは名字は拙者が田中であるから中田といたそう。中田止め太夫。よいか。ああこれまた立派になっちゃったね。中田止め太夫。わかりました。それからな先方の前に出たらば言葉の使いようをこれは気をつけてまならんぞ。間違いのないように丁寧に物事の頭にはおの字をつけて先方を立てまつる。よいか。ああもう任せてくださいよ。今日は一つ足がかかったね。ああ腕まくりはその侍というのがあるか。ああでは皆の者行ってまいる。うんついてまいる。ではお主はここに控えてくれ。で拙者がお主中田を呼んだらば入ってくるんだぞ。それまでここに控えておる。よいな。長らくお待たせをいたしました。拙者杉平正美の城若新事務大臣。いやお名前は最前伺っております。拙者田中三太夫にございます。おお三太夫殿であった。して何用かな。それお忘れでございます。お使者の工場にございます。おおそうであった。して指先に力量のある御仁は見つかりましたかな。見つかりましてございます。当家下役の者で中田止め太夫と申する者。大変に指先に力量がございます。ただいまここに召し連れましたので入れます。お次に控えし中田止め太夫。中田止め太夫これただいま中田止め太夫。止め太夫止めた。これなるものが中田止め太夫にございます。挨拶をいたせ。お、挨拶ですか。どうもお初にお目にかかりござり立てまつるんでございます。どうもあるんです。なんでも今日は、あなた様が、お使者のお口上を、お忘れ立てまつってるってんで、それで、私が一つこう お助け立てまつるってなるんでね。そうしないとなんかこちらもお困り立てまつるってんで、おケツ様をお継ぎ立てまつる。もうひどい。では早速始め。始めて。サンデルさんそういるんですか。それダメだ、それダメだよ。それダメだ。なぜじゃ、なぜじゃったって。そこさんだよ、いるんだったらもう私やりませんよ。もうできません、できません。もう私帰りますよ。いろんなことを申すやつじゃな。では致し方ない。では事務倒し、拙者お次に控えおりまするで、この者に何でもお申し付けくださるよ。では頼むぞ。心配はいらぬでござるよ。万事お任せになって家で立てまつりますんで。くれぐれもおのぞき立てまつらねえように。おのぞき立てまつるってえとこちらがお困り立てまつるんで、ね。くれぐれも立てまつりまつるよ。おいこのドジ、これはまた嫌な言葉遣い。何言ってんだよ。どうしてそうなんだよ。使者に来て俺工場忘れて腹切るって、そんなことやってたら命いくつだっても足らねえじゃねえか本当に。しょうがねえ、なんとにしょうがねえな。今日はね、俺が一つつねって思い出させてやるから、その代わり今度から紙にでも何でも書いておくんだよ。いいかい。早く手伝わせよ。早く手伝わせってんだよ。お前乱れるとまずいんだから早く手伝わせってんだ本当に。グズグズしてるってんと腹立つよ。これは申し訳ないことござる。ではよろしくお願い申す。たぶんグズグズしてんだから。これがお前さんのケツかい。はぁ取れたね。こりゃかかとみたいになっちゃった。大丈夫だよ、心配ねえよ。今日は絶対俺が思い出させてやるからな。この時ではござるまいな。よし、じゃあ行くよ。その代わりこっち見るってと目ん玉指突っ込むよ。いやーさあどうだ。いやーさあどうだ。これは AK 力でござる。これは驚きました。これは驚きました。関心なんかせるさっさと思い
硬いとこがやっぱあるな、うん、あカンカン音がするどっか柔らけえとこ、あここ柔らけえ、うん、大丈夫だよ、うん、今度柔らけえとこからな、うん、引くよ、いやーとどだい、いやーとどだい、うわこれはこれはこれは驚き申した、これはもさったでござる、もさったでござる、何をもさったなうちだ、ほらどうだ、ほらほら思い出せ、ほらほら、今の今思い出せ、ケツに穴開いちゃうよ、ちょめさーめどうだ、うわ思い出してござる、三太夫さん、スマをさらにして、お師匠の口上は聞かずに参った